ファーストブレイクポイントは今シーズン京都の方が多いんですが、ここは速さを見せました琉球。青木もう使いはエンドワンになりました。落としましたけども、はい、次のね3ポイント あの4点プレー、これが良かったですよ ね、 そうですね、これですよね、はい、まさに言いましたよね。さあかなり両チーム球際激しくなっていって、ただ小西うまくバウンドパスから、小西が攻めていく、中を攻めて小沢ですが、最後はうまくサイドつないでいきました。ここも強いディフェンスでした。あーちょっとブロックないところ、さあかなりタイトなディフェンスになっています琉球。マシューライト松脇がつくが、ファールだ。さあそしてエンドワン、かなりここ琉球強くいきましたよね、はい、ここもしっかり止めてるんですね、止めてコンタクトして触られずしっかりと手を上げていってるんですけども、ライト選手もね向かってきましたのでね、はい、これはファールを取られましたよね。さあここは久保さんが切って、ユトフうまくディフェンス引きつけた、エフェンワードしっかり決めてきました。ウル岸本が積極的にスリーポイントシュートを放ってきています。マシューライトうまくパスに切り替えた、今手元だと 8% ですかね、はい、非常にあのいつもの琉球に戻しましたからね。そうですね、見事でした。マシューライトから合わせてくる、エンドワンとなりました。リアロ32点ありましたからね。そうですね、はい、これもうまくリアロが合わせていきました。ファール今村で個人2つ目、琉球がチームファール3つになりました。勢いをつかせるこのダンク、ライトから最後はリアロ。さあ中のウルーですが、ダンカンとのマッチアップ、それに関してエンドワンか、ファール2つ目になります。そしてチームファール4つになりました琉球。これよく粘り、いや中もちょっと動いてきましたね琉球。そうですね、やはり今田代選手が非常にスピードある、はい、あのドライブでシュートだと思わせるようなね、そういうプレーだったんですよね。マシューライト、スリーポイント打てる選手を揃えましたね、はい、さあここは青木が打ってから決めた、青木隆二、これでキャリアハイ14得点です。をしっかり守らなければいけないですね、はい、このスリーポイントですね、決めましたね。よく水野も見ていました。外に振った水野、リアロに入れて、そしてマシューライト、ワンフェイクからスリーポイントシュート、それからもありますよね、はい、バックコートでしたら24秒使えますし、はい、フロントコートでしたら14秒ですよね、14秒を使って早めに得点して、もう1回ディフェンスを琉球頑張るのか、それとも24秒を使って、時間をギリギリまで使ってくるのかというところですよね、はい、ここは京都よくね、これうまく打ちましたよね、パスを広く使って